レヨネット。はい、皆さんはじめまして、もしくはお久しぶりです。今回はベヨネッタ2の実況プレイをやっていきたいと思います。前作のベヨネッタ1は遊んだことがあるんですけど、だいたい忘れてしまっているので、今回は心機一転、新しい気持ちでベヨネッタ2を遊んでいきたいと思います。じゃあ早速やっていこうと思うんですが、じゃあまずは、このタイトル画面で放っておくとムービーが流れるっぽいので、それを見ていきましょう。じゃあちょっと黙っておこうかな。いやプラチナゲームズのロゴが堂々と出てるね。さあここから、痛い目見るわよ。なるほど。今回は天使だけじゃなくて、確か悪魔も出てくるんですよね。じゃあとりあえずボタンを押しておこうかな。そしてファイルセレクト、オプションはもうすでに完了してあるので、このままファイルを選んでやっていきましょう。レコーズオブタイム、なるほど。さっきのムービーちょっと音量がちっちゃかったかな。最後に出てきた子供らしき人が気になるね。なんかメガネはかけてたっぽいけど、重要人物なんでしょう。じゃあ早速ストーリーモードを遊んでいこうと思います。ディフィカルティセレクト、さっきのセカンドっていう文字気になってたけど、あれは難易度なのか。セカンドクライマックス、ファーストクライマックス、気軽にストーリーを楽しめるモード。セカンドはアクションゲームが得意な人向けのモード。得意ってわけでもないけど、イージーモードってわけにもいかないか。そしてサードクライマックス、常に緊張感のある戦闘が楽しめるモード。これはいきなり最初からやったら男だけどクリアできないかな。なかなかストーリーが進まなくなっちゃうから真ん中でいっか。ワンダフル101と同じような感じかな。さあ早速スタート。今回のベヨネッタはショートヘアになってるからちょっと雰囲気変わってますよね。おっと、これはベヨネッタ1の頃にもあった。まだ登場してないから誰もここに映らないっていう。主役が登場した後はここにキャラクターが現れて練習とかができるようになるんですけれど、ここで一応カメラの回転もできるんだ。今回はイメージカラーが青いんですよね。ちょっと楽しみかな。お、光と闇が生み出す無限の時の世界で、いきなりポエムが始まったぞ。そしてさっき見たと思ったらちょっと違う。これはベヨネッタが胸につけてる。と、これはいきなり一体どういう状況。おお、あ、なんか始まりそう。いきなり、おお、おお、英雄の伝説。いきなり始まるところはワンと同じだな。世界の始まりに遡る。ウィケットイーブがいきなり使える。誰も知らない原初の世界。おお、それがある争いが元で3つの世界。ごめん、字幕は読めないから声は聞こう。光と闇、
光と闇、二つが合わさると一点最強。混沌の世界として誕生したのだ。おお、かっこいい。人間界。おっとね、あ、食らってるし。ほい、やがて三つの世界。危ない。あれ。それぞれの王者が誕生した。この地球っと危ない。この人間界。とにかく連打。神の兵士。エーシルさん、ラスボス？なんか近づいてきたんだけど。うん。小花から始まってるっぽい。え、どこに落ちていくの？お、え、なんか乗り込んだぞ。おお、まさかのロボ。いい。エーシルは山の頂上から長きにわたってちゃんと回避もできる。守っていた。ふう。彼の観測が事象を確信。いいぞ。重量感ある。観測あるがゆえ。この敵キャラクター懐かしいな。その存在を。痛いたこんなの。つまり観測者たる彼の目は。世界を創造する神の力。そして聞いておこうと言ってたこの言葉は全然聞いてない。自我を持たない未熟な人間たち。ガチョンガチョン、ジャンプ。おお、自らが持つ。いいぞ。世界の力を2つに、ハンマーフック。それぞれを人間たちに委ねることにした。ほう。光の矛盾と闇の左だ。これが前作のお話だっけ。すっかり忘れているから、ありがたいようなついていけないような。おお、いきなり生々しくなった。でけえ。最近流行りのでっかいやつと戦うやつ。二者に分かれて持つことで、うっと、人間たちに選択の概念が振りが見えないくらいでかいぞ。いててて。世界を確定する2つの。人間たちは自らの道を選び、まず足を攻撃して、ひざまずかせるとか、そういう。かくして我々人類。考える足となんだかわかんないけど、繁栄の大きな一歩を踏み出した。あ、これ相手がジャンプしてるんじゃなくて自分で打ち上げてるんだ。すげえな。おお、危ない。必要に狙う。左足を。ほい。おお、何このエイというか。おお、さあでかいマンタに乗った。眩しい。おっと、ここでオープニングムービーの人が。あー、これさっきのムービーでも見たけど、この顔が反対のやつ生きてたんだ。生き残りがいたなんて聞いてないわ。ルーメンの賢者さんは確かアンプラの魔女とライバル関係だったっけ。後でベヨネット1をやりたくなってくるな。そしてギリギリかわす。おしゃべりはお嫌い。私が会った賢者はおしゃべり好きな男だったけど。お、あ、なんかちょっと女性っぽい感じ。新たなライバルキャラクター。おう、プレゼントデイ現代。あ、これはなんか前作でボコボコにされたような。おう、結構続編ものっぽい感じ。お前を逃がしはしない。共に果てることが私の使命なのだ。え、何これ、スカウター。なんとかの左目。お前は約束を果たしてくれた。ありがとう。そしてさらば。ありがとう。我が娘よ。お、さすがに2回もありがとうは言わないけれど、消えちゃった。だがその賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。最後の賢者の命とともにと思われてたけどみたいなお話なんだね。なるほど。すごく戦いに夢中になっちゃってたけど、なんとなく分かった。前作で倒した敵の同じ派閥の人が今回は出てきたんだね。気になるな。よし、
これがさっきやったとこだね。終焉から始まる物語、混沌の世界。はい、メニュースタート。あ、じゃあスタートでいいかな。特に何もないでしょ。ペラペラっていうかピラ。うん。そして相変わらずまたキャラクターがいない。ローディング画面が、長くなるようだったら後の動画ではカットしていく予定です。練習はしまくるけどね。ほい。なんとも手持ち無沙汰な時間。そして現代だね。雰囲気は年末冬っぽい。明らかなセガー、セガーっていうかセーガー、ピローン。効果音でメーカーのどこのメーカーみたいな。結構今回控えめ。チームリトルエンジェルス。そしてシネマティックスディレクター。あ、これは前作と同じ人がやってるっぽいな。お、主要な、なんていうの、スタッフがこうやって最初に出てくるところもプラチナゲームズっぽいね。誰？なんとかさん。次は靴を買いたいの。行きましょう、エンツォ。エンツォさん。俺の買い物に勝手についてきたやつが、なんでいつの間にか俺に荷物持ちをさせてんだ。ついてきたのはベオネッタの方か。だいたい何足靴買ってんだ。お前はタコかっつんだよ、まったく。あら、そんな口聞いていいの？ファッションの基本は足元から。この間の仕事。ただで引き受けてあげたわよね。相変わらず金持ってねえんだな。吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら。ベヨネッタは相変わらず美人だね。貸しを作っちまったぜ。貸し作りまくりじゃないか。神に仕えてるやつが裏じゃ天使様を片っ端から地獄へ送り込む魔女だってんだからな。冗談じゃねえよ。おいおい、歩くの早いって。おい、聞こえてんのかよ。これは聞こえませんね。魔女ってな、死んだらてめえも地獄に引きずり込まれて一生苦しみ抜くって話やねえかよ。説明ありがとうございます。殺す気どもの仏の始末はしてるた。傑作だねえ、まったく。おい、どこ見てんだボギー。あ、すいませんね。罪滅ぼしのために惨めに死んだ人間を弔うなんて柄じゃねえだろ。終わったわよ。さあ帰りましょう。ちょっと待てよ。ベオネッタ身長高えな。俺が買い物に来たんだって言ってんだろうが。おめえのせいで俺はまだ何も買ってねえんだからよ。へえ、何を買うの？さあね、おめえに余計なことを教えたらろくなことになんねえ。車でも呼んでとっとと帰ってくれや。うわあ。あるある、漫画やアニメみたい。最近見なかったけど、どこに行ってたのよ。ジャンヌさん、ちょっと調べたいことがあってな。セレッサ、最近妙な感じがしないか。妙といえば妙ね。しがない情報屋が私生活じゃ綺麗な奥さんや可愛い子供たちと幸せに暮らしてるなんて。この二人並んでるとスタイリッシュすぎるでしょ。余計なお世話だ。何がセレッサだ。おめえがセレッサなんて柄かよ。なくした記憶を取り戻してみたら、そんな可愛らしい名前だったなんて。前作をやってないプレイヤーにちょっとわかる感じで会話が進んでいくね。お呼びじゃないんだよ。気づいているとは思うが、天界の奴らが不気味なほど静かだ。それに、それに下の連中もな。続いて明るいニュース。影がちょっと変わってるのは二人ともそうなのか。そりゃそうだね。都市部では交通規制が行われ、パレードを楽しもうという人々ですでに溢れ返っています。空軍のアクロバット部隊、
プラチナスターズによる攻撃戦が行われる命令過去最高の人出が予想されちょっどれだけ風圧きてんの。ジェット機おっといけねえ。いやジェット機だけどさ、ガキたちへのプレゼントをジェット機って驚くところは面白い。そしてなんていいパパ。詳しいことは後だ、先に帰るぞ。クリスマスパーティーの準備もお願いね。かっこいいけど多い。相変わらずぶっ飛んでるな。なぜかジェット機に興味津々。何度言っても分かんないやつだなこいつは。ジェット機だよジェット機。ほら羽があって空を飛ぶやつだよ。ビューンって飛ぶって言っても天使じゃねえぞ。あんな演技でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ、ほらガキが喜ぶようなでかくてかっこいいやつだよ。いいね。ほれちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよあれ。わかったか、この店で一番でかいやつを頼むぜ。綺麗な箱に入れてな。これは何かのフラグ。リボンも結んでよ。やっぱり。おおおおやじ、リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。箱だけって何。とりあえず物はもらっていくけど、リボンはいらねえって。ついてないわ、一番のお気に入りの服。おお。そしていきなり盛り上がってきて。天使ちゃんが登場。そしてパタンと閉めて。お久しぶり。ずいぶんと派手なご登場ね。結構お久しぶりなんだ。確か天使たちをどんどんやっつけておかないと地獄に引きずり込まれるとかそういう設定だったような気がするけど。しかし、おう、相変わらず服破れちゃうんだ。ちょっだいぶ真っ赤になってるけど。うおー眩しい。この逆光許せねえ。からのおおどっち味方は。痛い。おおこれは楽しそう。これでこれ完全に無双シリーズになっちゃったけど。おおおっとっと、そういや敵だった。ちょっと俺がプレイしたいんだけど。ムービーはかっこいい。ビヨネッタからあまりかっこよくないプレイヤーのえタッチコントロールス。本作はタッチ操作にも対応しています。あ、そういえばそんなこと書いてあったな。自分に合ったプレイスタイルを探してみてください。はい、じゃあちょっとタッチしてみる。パンチ、素早い攻撃、敵をタッチでパンチ。ビューティフォー。はい、次へ。キック、強烈な攻撃、敵をタッチでキック。あれ、これはパンチやキックは自動で切り替わるのかな。コンボ、敵をタッチするだけで自動でコンボが繰り出される。はい、じゃあやって。おお、コンボが終わる前に倒しちゃったよ。おお、出てきた出てきた。ほい、このタッチした時に出てくるサークルは敵の体力じゃなくて、このサークルが出てる間は自動的に敵を攻撃してくれるって説明書に書いてありました。なるほど、あ、これは便利だね。
ケー、じゃあ次シュート。コンボ中も銃撃可能、敵をタッチし続ける。おお、ビューティフル。オッケー、長押しで銃撃を出せると。あ、じゃあ連打するとなんか、おお、あー、かっこいい、いいよ。あ、しかもタッチで移動ができるぞ。へえ、タッチ操作で全てのアクションができる、それはすごいな。リベイト、回復コード、素早くスライド。え、だだだだだ、スライドね、スライド。あ、敵を攻撃しちゃダメじゃん。あ、勝手にやってしまう。おう、あ、なんだ、敵の攻撃合わせなくてもいいんだ。回避の仕方がかっこいいですね。それで全力。おう、セリフが麗しい。ギリギリで避ける。おっ、ビューティフル、いいね。ビューティフルでワンダフル。ウィッチタイム、限られた時間敵の動きがスローに見える。ちょっと次ってボタンを押した後にすぐスライドはできないよ。さあ来い、来い。あら、遅かった。ちょ、やんなくていい、やんなくていい。勝手にやっつけてしまう。さあ来い、こっちの手前の方から上の方に逃げよう。ほい、それで全力。いいね。お、あ、空中でも。ほい、よし、あ、避けただけで通してしまった。なんという、これがベヨネッタ、さすが魔女ですね。おっと、いきなり始まったぞ。タッチでやっつけてみよう。えい、イエーイ。さあどんどん銃撃もして、よし、お、敵が重なって見えない。そしてヘイロー、天使の生命力が結晶化した霊的なレアメタル、魔界での取引などに使われると。はい、オッケー、次へ。オッケー、あ、何これ、左側、今まで右下だったのに。さあ来い、まず避けるよ。あ、避ける前に、しょうがない。なかなか敵の攻撃来ないぞ。ほい、ほい、避けたって。さあ来い、あ、なんだ、向こうもカモンとか言って。ほい、まだまだね、いいよ、押し置きタイム。よし、さあまさかのタッチ操作で、あれあれ、いつもの銃はどこ行ったんですか。もうこれだからチープなおもちゃは嫌なの。そういえばあのジェット機はなんで来たわけ。天使に操られた。女に関わるとろくなことはねえ。なんでエンジンがかからねえんだよ。あいつにプレゼントを渡してやるとするか。サンタクロースのおじさん。ロダン、まさか冗談だろ。よう、エンツォじゃねえか。強そう。伏せてな、店のツケを払う前に死なれちゃ困る。勘弁してくれよ。もうやだ。筋肉もりもりマッチョマンのサンタクロースだ。そして飛んでくるのはビオネッタ。おう、こういう時いつもひどみ合うのは警察車両なんだよな。そしてまさかの壁走り。あら、ベヨネッタ、クリスマスプレゼント。相変わらず銃が超でかい、かっこいい。そしてご機嫌。信じらんねえ。あ、ちょっとかわいそうすぎるよ、エンツォさん。あ、おお、ビューティフル。あ、硬い。サンタさんからのプレゼント、使い心地はどうかしら。おっと、アンブランクライマックス。
敵を攻撃して魔力ゲージを貯めろ、溜まった魔力を解放して必殺技を発動と。おお、なるほど、ゲージを貯めて無双奥義的な感じ。よし、敵を攻撃して魔力を貯めろ。よし、じゃあ今度はスティックでプレイしますね。ほい、おお、パンチキックキックのコンボがいい。おっとっとっと、敵の攻撃意外と速い。おお、まずは敵の攻撃がどういうモーションを持ってるかを確認するために早めに逃げるか。いいぞ、かかと落としからのもう一回、もう一回、ほいほいほい。おっと、空中で止まったからどういうことかと思ったけど、そういう技なのか。おお、ひどい目だったな。よし、消えろ。ほい、おっと危ない。よし、トーチャーアタック、どっちだ、アンブランかトーチャーか。アンブランでしょ。おお、強い。おお、全ゲージ放出して敵の群れを一掃できる、かっこいい。おっ、ちょっと危ねえ、ムービー中も油断ができない。そしてジャンヌの姉子、てかこの摩天楼を練るように動いてるこのジェット機もすげえな。おい、ほい、よし、これどうやって打ち上げるんだっけな。あ、いや、やっつけちゃえばいいだろう。ほいほい、とりあえずパンチを連打、いいね。ほい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 、おっと、ほい、出て出て、次の防衛判定が結構出るのが早い。よし、アンプランクライマックスは、ちょっと待って、グリーンローレル、生命力が結晶化して月桂樹の形を成した宝石、手にしたその場で体力を回復できると。あざす、トーチアタック、さあ、お仕置きタイムでいい。いやー、えぐい。それで全力、ほい、お、打ち上げたぞ、いいぞ。しかも叩き、ずい、くっそ、人が気持ちよくなっているところで、ほい、よし、さあ、全然関係ないやつを殴って払いせ、ほい、いいぞ、ほい、だんだん慣れてきたよ。あ、だってくっそ、意外と、ほい、なに、おお、2回、よし、おーっとっと、そりゃこのゲームってジャンプに無敵あんのかな、確かめてみたい。ほい、あ、あるっぽい、いいぞ、ほいほいほい、いって、くそ、まさかの、ギャージャンプ、おお、ワンダージャンプ、いいね。はい、相変わらずこの戦績システムはあるんだな。さあ、ダメなところを見せたところで新しいボスキャラクター、ベリーク中級、これ中級なの。おお、アンブランクライマックスを使うべきか、やっちゃうか。まずは先手必勝。あ、ちょっと今の判定あったんだ。ちょ、何ちょ、こいつ小技を、ほい、蹴って蹴って蹴れ、ほい、おお、思った以上に早く動かないとやばい。撃て撃て、何何何何何、おお、まさかの、うおず、いや、これはチャンスじゃない、登っていく、いいよ、ワンダフル101で鍛えた、お仕置き、A ボタンかよ。
オーケー、あんまり減ってねえな。おっと、ね、もう敵がすごい勢いでこっちを狙ってくる。いいぞ。しかしこれ画面が派手だからちょっと敵の攻撃がわからないかも。あら、パーティーの準備はもう済んだの？キャビオを忘れてな。戻ったらこのざまだ。今のは何？冗談。本当に用意してたの？本当に用意してたとしたら結構可愛いんだけど。店が閉まる前に済ませましょう。まさかの2人プレイ。なぜか今回タッグプレイができるらしいですよね。ほい、おっと敵の攻撃が、うわ、またこれか。ほい、危ない。ほい、おっと、何今の攻撃なの？おお、キモい。ちょっと待って、これあのさ、地面についてる液体触ったら痛い目に遭うとか。ほい、よし、いいぞ。なんか、あ、なるほど、ベヨネッタ1で好きだったパンチパンチキックキックっていうコマンドが違う技になってるから。おお、これ触ってみよう。うー、違う、くそ、おお、ごめんなさい、危ない。さあ、やっぱり敵の攻撃はあんなとこにも残ってる。ほい、よし、もうちょっとでゲージが溜まる。イエーイ、押し置き、 A ボタン、 A ボタン、 X とか、あー、 X か、いてえ、かなり体力を減らした。よし、クライマックス。おお、気持ちいい。でかい敵がどんどん突っ込んでいく。しかし硬いな、これ。クライマックス来たー。2人の共同作業で、あれ、ナイスレシーブ、レシーブっていうか、これはいただきます。ギャー、ごちそうさまでした。おお、ストーンよりかはマシかな。あら、おお、あれ、ちょっと、なんか、何、滅びを食らうもの、ゴーモーラー。あ、ちょ、え、ジャンヌさんの、なんか、魂とか霊的なものが、霊体が。あ、やばいやばい、魔界に引きずり込まれてしまう。あー、いきなりジャンヌさんが、おいで、言うこと聞かないからお仕置きしてあげる。まさかのゴモラちゃんが反抗期。おー、ちょっと、いつの間に、ちょっと、まだ腕あそこにあるよ。いいよ、逃げて。おっと、危ない。さあ、敵の大振りな攻撃が切っていこう。なんか体力バーが明らかに多いんだけど、とりあえず撃つ。おっと、これは跳ね返せる。うん、ナイス。よし、必要に目を狙っていこう。あ、意外とそこまでいけない。おっと、避けたって。アンプランクライマックス。ほい、いいぞ。もう一回、くそ、大振りすぎて避けづらいぞ。ほい、オッケー、イエーイ、危ない、いいぞ、キュッてる、押し置き。お、めっちゃ減る。
めっちゃ減るけどまだ体力ある。さすが。ちょっとこき使われて反抗期になってしまった。つーかベオネッタさんはいつの間にこんな普通に飛べるなんて。エリアルハートでもつけてる。おお、これ完全に怪獣映画じゃないですか。おっと危ねえ。ほいほいほい、危ない。もうあれ攻撃しなかった。ほいよし、クライマックスで反撃。とりあえずパンチ連打。おっと今のは攻撃だったのか。おっと、おお、怖え、でかすぎ。ほい、あほ、あいてて、噛みつきか。口の中が弱点と見た。どうする？おお、噛まれる。この野郎。飼い犬に手を噛まれる。いやいやいや、結構避けながら行ったんだけど。よし。押し置き。はい。いいね。おっと、これはピンチ。え、最後はシュートでなんとか。クライマックス。おお。なんだ？ぐる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 。ちょっと足りなかったっぽい。おお。この世は弱肉強食。ゴモラさんは引退。あ、ジャンヌの体？あ、まだ霊体は戻ってないとかそういう感じ？ルーメン賢者よ、仇を討ちたくはありませんか。私は君の仇を知っています。君の最愛の人の命を奪ったあの者。な、何？お、キラリーンって誰だよこの怪しさ抜群のやつは。おお。え、結局ジャンヌさんはどうなったの？無事なの？ダメっぽいの？死んだ魔女の魂は例外なく魔界に引きずり込まれる。そして正気となって魔界をさまよい、永遠に苦痛を味わい続け。マジか。それがやなんかちょっと喪服っぽい感じになっちゃってるけど。何の講義？この店に魔界大学なんて看板出てたかしら。らしくないぜ。お前ほどの術者が召喚術をしきじることはまずない。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きたか。綺麗な死に顔だぜ。生きてる時はおっかねえやつだったが、こうなっちまうとやっぱりおっかねえな。おっかないか。まだ死んでないわ。魔女の死、それは魂が魔界の正気に溶け込んで完全に消滅した時だ。魔界へ引きずり込まれた魂を救う方法はない。魔界への入り口、ゲイツオブヘル。止めるつもりはないが、行ったところで無駄かもしれないぜ。さて、これで少しは肉体の崩壊を食い止められるはずだ。外すぜ。アンブラの魔女の心臓、
お前たち魔女が生きるために必要な魔導器だ。外せば肉体の崩壊は免れない。そしてこいつがなければ魂を取り戻すこともできない。結界の効果は24時間ってとこだな。エンツォ、プライベートジェットを用意してちょうだい。はあ？俺耳がおかしくなっちまったか？いや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 、そうじゃねえよ。おめえ何言ってるか分かってんのか？今日が何の日か知ってるか？ガキたちが俺のためにクッキーを焼いて待っててくれてるんだぜ。それにこのプレゼントも。あ、一応持って帰ってきた。プレゼントの配達よろしくね、サンタさん。さあ行きましょう。冗談じゃねえよ。なんか変なんだよな。お前に関わるとろくなことがねえんで。おい、話せ話せ話してくれ。もう頼む、お願い。ろくなことがなさすぎて笑いしか出てこねえってやつか。そしてなんかプライベートジェットで行けるところなんでしょうか、そのゲイツオブヘル。あ、しかしまさかの展開。ジャンヌさんがいきなり即死攻撃を食らって霊体が魔界に引きずり込まれてしまったと。そしてブロンズアワード、うん、まあ最初だからこんなもんでしょう。 OK。 ふう、いやー、最初のステージからかなり飛ばしてますね。さすが、さすがのベヨネッタ。 OK、 第一章をクリア。そして起源の都ノアトゥーン、うん、なるほど。 OK、 よし、今回はこの2チャプターをクリアしたところで一旦終わりにしておこう。いやー、最初からもうなんていうの、敵の攻撃なんかわかんないけど、とりあえず避けて時を止めて殴ってアンブランクライマックスみたいな、そんな感じだったね。そして誰かルーメンの賢者というものが暗躍してくると。ストーリーの方も気になりますが、今回はこれで終わりにしておきたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。